皆さんこんこにちは直言極言極の時間です、えー、今日はですね、えー、安倍暗殺これがなぜか読売や産経その他、えー、マスメディア保守系のマスメディアも、えー、ことさらこれを、えー、もう忘れさせようとしてる終わらせようとしてるもっと言えば山上というあの犯人の、えー、単独犯行説という形で、えー、暗殺事件を まあ葬り去ろうとしているこういう空気を感じまして今日はこの問題についてお話したいと思いますあの、えー、実際このウイルウィルじゃない花田というところで、えー、山口さんあの親しかったあのジャーナリストですけれどもこの方が山口単独関説,説への不信感これあの書いております えー、その通りなんですね私もこれ全く同じ意見で、えーあのー、このことをね、あのー、ずっと言い続けてきたしまた、えー、例えば一番簡単に言えばあ,のあれですね、えー、まず、えー「すぐに何で焼いてしまったんだろう」とかですね、えー、それから、えー「あの銃のアングルっていうか山上のやったら下から上に行くはずなんだけど実際首から下へ行ってる」 こ,これだけでもあの病院の,、ね、あの解剖した先生の話それから何でもうほとんど見る限りは、えー、すぐ死んでるはずなのに、えー、延々、えー、救急車とあれが待ってそれからな時間かけて病院運んでそれからまた輸血をし,し続けた。 もう本当はなくなっているはずなのにこんなことやってねやったのは一体なぜなんだろうこういう疑問は一つもまだ県警からも発表されてないですこれえ奈良県警ですね。でこういうようなことを考えた時これ,これはまあこれを読んでいただくのはいいと思いますけどもえこの疑問をねやっぱり我々は持ち続けなきゃいけないというのはえまあ一つのね噂で言うとまあ討論でもちょっと言いましたけど、えー 安倍さんとまあロシアの関係ですねあの決裂は領土問題でしましたけども実際にはまだいろんな裏では工作て交渉してたという話もありますそうなった時、えー、ウクライナ戦争の問題を見た時都合が悪い状態の人たちを片付けようとする勢力があったんじゃないかと。 まあこういうことも考えられるわけです。まあ、いろんな疑問が先ほど言った何で放置された何で長い時間輸血されたとかあの山口さん他にもたくさんきちっと書いてますけどもこういうようなことを考えた時一人の8年近く首相の座を占めた人間が、えー、ああいう形で暗殺されたというようなことことさらとにかく今保守系と言われる新聞の あるいいは雑誌のこういったものを隠したいもう忘れさせたいケネディ大統領の暗殺の時オズワルドの,あの単独犯行犯今ほとんどの人は誰もそんなことは信じてないわけですでオズワルドはその後口を塞ぐようにに別の人間に殺されました私は山上という容疑者が危ないんじゃないかと思ってますけども、えー、まあそういう意味で含めて この問題はやっぱり我々の残された日本国民の義務であり救命は徹底救命そして疑問が残るということを国民の中に永遠の謎としてもいいからきれいに片付けることだけはやってはいけない仏様にかわいそうだと私はかわいそうというかこれはちょっと例を失する問題だと。 えーまあ、ある意味で言えば尊い命を犠牲とされた安倍さんですからそういうことをやっちゃいけない。 少なくとも永遠の謎としていや誰かがやったに決まっているとか違いないというこれはせめて、えー、仏への供養だと私はそう考えております、えー、今これを隠蔽しようあるいはもう終わりにさせたいそういう勢力がうごめいております、えー、メディアもそういう形で動いてるそこを皆さんしっかり見てくださいその背後にだ何ががあるか誰がいるかか誰い これもしっかりと見据えなきゃいけないと思います。えー、ということでこの、えー、山下西紀きさんですね、えー、ジャーナリストの、えー、10月5日の、まあ、木曜日私のフロントジャパンにゲストに出てもらって、えー、この話をまあさせて、えー、していただくということを考えております。えー、やっぱり素直な気持ちで きれいな心で、この安倍晋三総理の、まあ、非合の死、これを忘れてはならないし、そして救命すること、そして謎の多い死であることは少なくとも最低限、われわれは言い続けなきゃいけない、そして警察に対しても、ちゃんちゃんという形で片付けるような死者に対する無礼は働いてはならない、死者は必ずわれわれのところに呼びかけている。 えー、そしてそれに応えなければいけないのが、えー、今の私たち国民だと思います。えー、ということで、えー、10月5日、えー、またこの話を山口紀之さんと共にしたいと思います今日は以上です。